皆さん、こんにちは。Twitter で面白いポータルサーバーを見つけたので、紹介していきます。ゲームルールは、次々に現れる AI を1分間でいかに早く正確に倒せるかを目指すもの。いわゆるエイム練習ソフトを DF で再現しちゃったわけです。しかもスコア付きで、正確性でのポイントもあるから早いだけじゃダメとかよく作られてます。PC 版の方には、エイム練習ソフトで遊んでみたことがある人も多いかと思いますが、家庭用ゲームプレイヤーにとってはそれ自体初めての貴重なサーバーです。この後、個人的な感想と、このサーバーへの行き方は細かく説明しますが、エクスペリエンスコードがわかればいける方は、動画概要欄にサーバー制作者様のツイート URL を貼っておきますので、そちらをご覧ください。さて、背景の私のプレイもそろそろ終わりますね。はい、このように右上にスコアも出るので、Twitter で報告したり、他のプレイヤーの方々と比較してみてはいかがでしょうか。それでは、ポータルを使ったことない人向けにサーバーへのたどり着き方を説明していくよ。まず、メニュー画面でポータルを選択。上部メニューにあるホストを選択。プレステミンは L1R1 で切り替えてくよ。次にサブメニューで、エクスペリエンスコードの欄に移行。プレステミンは L2R2 で切り替え。コードを入力するの欄で、他の人が作ったポータルサーバーのエクスペリエンスコードを入力。すると、サーバーを立てる画面に出るので、一人でやりたいときはパスワードを設定しよう。これでサーバーをホストすればゲームが始まるので、適当に湧いたら右上のメッセージに従おう。それでは最後に、手首痛くなるまでやり込んだ自己ベスト動画とともに、個人的な感想を語っていきます。ネタバレすると、自己ベストはスコア115でした。速さより正確性100波の方が高得点なのかな？ Twitter 見ていった感じ。PC 模擬だと170前後出るようですが、CSQ ユーザーは100前後のようですね。それでも私、感度90で CSQ では割とハイセンス寄りなんですよ。それでこれだけ差があると、やっぱクロスプレイ不利点、とか思ってしまいますねー。クロスサーバーだと Apex なんかはパッドのエイムアシストが必要だと言われますが、今回私はアシストを振ってます。というか100にした方が当たらん。前々からアシストは弱めた方がいいとは噂されていましたが、今回ではっきりわかりました。敵付近のアシスト効果範囲に入った途端エイムが激重になってビタ止まり。BF のエイムアシストは、ABS 完了時には自動追尾はなくエイム速度が落ちるだけなので、敵に重なる前にエイム止まってる、が頻発してました。クロスサバの CSG に、不遇すぎー。